はい、ということでおはようございます。やっていきましょう。ペッパーの1日です。メガザキも起きてきましたね。さすがに今日は晴れか。夜中に止んだみたいですね。これからやむべって言ってるけど大丈夫かな、信用していいかな。また降ってくるかもしれない。でも今晴れてるからな。お、明るいね。まあ最悪雲がかかってたらまたね、カーターさんの力で晴れさせればいいかな。うん、後で晴れさせに行こう。とりあえず今日の分のおやつをあげよう。待ってー。お、というか今から向かうのか。向かう前にちょっと食べてほしいんだけど。お、食べるね。あれ？食べない。乳搾り室に今行こうとしてたのに。今乳搾り室へ向かおうとしているから邪魔しないでってことか。そいつは失礼したぜ。まだこれちょっと乾ききってないかな。もう少ししてからだな。サンクルリ回収。さあ他の作物はどうかな。エジソンが元気に育ってる。やっぱパーロットに比べて早くない、成長すんの。おお、そしてここも出来上がってる。いいね。あとはもう本当に足らなかったら肥料をあげるだけだね。ついに果樹の水やり全部必要なくなりましたね。いやー、出来上がりが楽しみだね。明るい。なんか遠目に見るとこんなに緑青々としてたっけって思ってくるな。これがペッパーの月だな。というかまた晴れたからそろそろアヒルを放牧したいね。このペッパーの月に水浴びをしてくれるということが何か新しい風を呼び起こしてくれるかもしれないしな。よし、発掘場行くぞ。発掘場しばらくいいかなと思ってたけど、まさかプレゼントとして喜ばれるアイテムがあんなにあるとはな。というか三日月の喜ぶプレゼントだっていうのが判明したのが一番でかいな。正直他の人が喜ぶアイテムだからといってそこまで行くつもりはなかったんだけど、三日月が欲しいというんだったらもうたくさん取ってきちゃうぞ。さあ、では三日月にプレゼントを渡したいところなんですが、先に鉱石系、こういうなんとか石は喜んでもらえるのかまず見たいな。はい、あげる。磨くともっと綺麗に光るんだろうね。ダメだった。コインにしか興味ないらしいな。今日ゴールデンコインとか出てないから、シルバーコイン1個だけだわ。あげる。ちょっと物足りないけどな。しゃあなしや。ミルクを回収しに来ました。1本。2本。3本。4本。5本。6本と。ちょっと少なくない？おやつの効果消えてるかもしんない。最近雨続きだったしな。A じゃないといいんだけど、どうかな。 A じゃねえか。24か。ちょっと品質落ちてるっぽいな。気をつけなくちゃ。8940。ちょっと待って、1日見逃したか。2日分入ってんな。すげえ金額だ。これスターももう一回、もう一人というかもう一頭迎え入れておくっていうのもありかな。今のうちに迎え入れておけば、ループさせやすいんだよな。ただそうすると、今マーマーが妊娠中だから、マーマーが出産をしたタイミングで、次の子を迎え入れるためには誰かお別れしないといけなくなるのは間違いなくなっちゃうんだよな。全力スターもやっとく？やっちゃえ。これで小屋の空き家ほとんどなくなってきたな。お金に余裕があるからこそできるゲートだな。まさかここに来て牧場経営のピークが来るとは思わなかった。もう過ぎたと思ってたわ。スターモーの力は偉大だなというところで寝ましょう。おやすみ。おはようございます。2日ですね。ペッパーの2日やっていきましょう。今日の天気はどうかな。晴れのち曇り。曇ってるのはちょっと困るかな。後で晴れさせておいた方がいいかも。三日月。
証拠に持ってないんだよな。そういった意味でも発掘場は言っといた方がいいかな。そろそろだと思うんだよねと思ったら、いいね、形になってきたね。おー、バナナ果樹園、素晴らしい出来栄えですよこれ。まあまだ落とすには早いと思うんですが、てか落ちないぐらいの大きさだと思うんですが、この調子いけば明日には実って、この揺らしたら落ちてくる段階まで来るかな。長かったよこれ。あとは品質だな。まあ最悪品質はいいけど、種に戻してっていうのもやっていかないとね。さあどうなるかな。楽しみな反面、果樹の品質上げは難しいよってなっててもおかしくないから、まだまだ時間かかりそうだなという気持ちも半分。アルタイル、さてと、お、赤みをおびき来ている。そろそろか。じゃあこの後あれだね、体洗ってあげて、その後だね。おお、そしてこの辺りもすごいことになってる。たくさん実ついてるぞ。おーん、ベリー系だねこれ。いい感じじゃない。バナナ、みかん、桃だね、おっから。で、品種改良系も1個出来上がっていると。明日一斉に出来上がるでしょこれは。昼になったらもう少し形になったりするかな。いや、やっぱり果樹は長いな。長いけど、この1年越しに完成するのを見ると、やってよかったなって思えるな。よし、では隔離しましょう。頑張れよママ。右側の子たちを隔離するのは初めてだな。あんまり違いないけどな。それでは、発掘で5時まで時間を潰しましょう。おっと、このタイミングできたか。ということで、サーモンの仲間が1人増えました。ということで、ベガアルタイルと来たら、デネブだよねということで、この子の名前はデネブです。よろしく。美しい星の名前なので、悪い要素は一切ないぞ。ちょっと呼びづらいけどな、デネブって。もーん。まあ、アルタイルとかベガも大概だけどな。普段口にする言葉じゃないし。あ、嘘やろ、嘘だと言ってくれ。あー、マジか。なんで、何の脈絡もなく突然フリーズすんのやめてくれ。限界なのか。はい、それでは、牧場物語、オー・ワンダフル・ライフの続きやっていきましょう。フリーズしてしまってやり直しになりましたが、ペッパーの2日、AM2 時から再開してやっていきます。とりあえず、全く同じことをなぞって再開するのは少し無理があると思ったので、1日早く、デネブ、スターモーを1頭迎え入れるというのをやったというのと、あとは作物に水やりをやったぐらいしか進めておりません。おかげで30分ほど短縮してここまで戻ってくることができました。ここからはフリーズに気をつけながら1日ごとにセーブをしつつ、まあのんびりとやっていきましょう。おっと、雨の音が聞こえる。これは声を戻さないと。ふっ、小屋の中にいたおかげで一瞬でなんとかなったな。10時までは持たなかったか。いやー、しかしスターも増えたな。スターも牧場になるな、これは。さてと。このまま明日まで雨降ってくれるんだったら、できればそのままでいてほしいんだよな。いやー、しかし、アンバーに実をつけるやつは今から花咲いてるし、ペッパーが最盛期の果樹はちょうど実がつき始めてる段階だから、もう全部色とりどりで綺麗だね。発掘場行くのも手かなと思ったけど、これまだペッパーの2日なんだよな。買い場借り取っとくか。これだけ広くなったんだったらもう刈り取りをやる絶好のタイミングなんじゃないかな。うわあ、今200個ちょっとぐらいまでファイバーの数が減っているので、
この石に収穫したら一体どうなってしまうのか。あり終わったぞ。一日がかりだったな。いやでもなんかめっちゃすっきりした感じがする。一応刈り取れる範囲は全部刈り取りましたが、これどんぐらい増えたかな。見ようぜ。もやもやしているけど、ちょっと失礼。はい、いくつ ?537。200個ちょっとだから、330個ぐらい増えたのか。すげえよ。これでもう本格的に、会話が足りなくなることないんじゃないか。一生分の会話を手に入れたかもしれね。さすがに動物多すぎるかな、これ。まあ、ほぼ限界まで。飼ってるからっていうのもあるんだろうけど、ちょっとめっちゃめっちゃ密集してるな。それではペッパーの2日を終了する。今度こそセーブをするぞ。はい、それではやっていきましょう。ペッパーの3日です。バーンさん来ますね。今回は特に売りたいものもないですが、あれだね、果樹が出来上がる日だと思うので、今日はそれを楽しみにしておきましょう。さあ、どうかな。お、これは、完成してるんじゃない。ででーん。バナナ果樹園の完成である。いらっしゃるか。はい、ゆさゆさ。これはもう落ちるんじゃないのかい。おー、来た。さあ、問題は品質よ。ビー、あんだけあげたのに。やっぱりダメか。果樹にあげる肥料の数はもうめちゃくちゃ必要って感じかな、これ。でもどんだけいるんだろうな。やっぱ年単位で上げ続けないとダメっぽいな。とはいえ、さすがにあんだけ上げれば A ぐらいまで行くと思ってたんだけどな。それすらも無理か。アップシードで合成できないから、本当に品質を上げるんだったら、肥料を上げ続けるしかないはずなんですが、まさかここまで厳しいとは。何千どころか、何万ぐらいの、費用を費やしたんですが、それだけの金額を費やしなお品質は上がらなかったか。まあとりあえず木を落とさずに、この木から実を落としてしっかりと回収していきましょう。これを全部苗に戻せば、ぶっちゃけその苗代だけであれですからね、ここまでにかかった費用代ぐらいは返ってきそうな気がしますからね。ですが、ちょっと密集しすぎてて、拾ったバナナがあるかどうかが分からなくなるな。まだあるよな。自分がどこにいるのかもちょっと見づらいのでね。でもね、これ全部自然に落下するの待ってたら、大変なことになると思うんだよね。待たないといけないっていうのもそうだし、もう大量のバナナが地面に転がりまくってると、なんか古いのから順番に消えていきそうだからね。ちゃんと一個ずつ、揺すっては落としてっているのがいいんじゃないのかな。とりあえずベガーに、おやつを先にあげようかと思ったんだけど、スルーされた。もう見せるところまで行ってたのに。それではバナナ回収の続き。あと8本あります。あと8本たくさんありすぎるわ。1本のバナナの木から、4個か5個ぐらいは落ちてくるよね。それが12本だから、まあ、48ぐらいは硬いかな。48とか50本ぐらいあるわけだ。それを全部苗というか種に戻したら100個ぐらいになるね。バナナの種は1個110とかだったかな。ってことは1万ぐらいか。いやでもこれで1万って考えるとちょっと安いのか。もうちょい取れるから1万では済まないと思うんだけど。まあ最初のオフォーこそ結構ね、育てるために水を毎日あげたりとか大変だったけど、あとはこれ毎年ね、ほっといてもバナナできるわけだから、それで毎年1万入ってくるっていうのは結構でかいよな。それを思えば
すごいありがたいのかもしれない。まあその分9に変換するのが超大変だけどな。バナナが重なりすぎてて、拾ってないバナナなのか、まだ木に残ってるバナナなのかがわからない。ちゃんと一人称カメラ使わないとダメだね。これこんだけあるんだったらお裾分けしてもいいんだろうな。全部種に戻すとか言わずにね。ただバナナがとりわけ大好きっていう人いるんかな。実はムクムクとかがすごいバナナ好きだったりしないかな。ゴリラ扱いすんじゃねえって怒られたりするかな。これむしろ苗に戻すっていう工程をちゃんとやらないと持ちきれなくなるんじゃないか。100本を超えてこれ以上は手持ちに入りませんってなりそうだな。冷蔵庫にバナナをしまっておかなくちゃいけなくなる。あるいはもういらないって言って売りに行くとかね。出荷箱に入れるぐらいはしないといけなくなるかもね。しかしこの一角のバナナを第一次収穫するだけですごい時間かかるね。ある意味作物より大変なのかもしんないな。野菜みたいなね、一回出来上がったらはい終わりみたいなやつよりも収穫という面だけで言えば大変だね。まあ果樹はな、収穫がこの一回きりだから年にね、それを考えれば全然楽な方ではあるんだけど。よし、オッケー。まあ明日になったら追加でできるんでしょうね。それではこっちの水やりもやっておこう。この辺の水やりやって作物、果物の回収をし終わったらちょうどバーンさんが来る頃合いかな。でも今日はな、バーンさんに売るもの特にないと思うんだよな。まだこれから苗にする段階だからな。苗というか種か。さてちなみにどれぐらい出来上がってるかな。お、あの品種改良のやつももう出来上がってるっぽいな。果物系は季節は違うけど出来上がるタイミングはみんな同じぐらいなんかな。こいつはペッパーの最後の方に出来上がるぞとかなさそうだね。果樹園のオーナー兼エジソン農家として頑張っていきましょう。品種改良系の作物で出来上がりが早いやつを大量に育成して種を増やし、さらにはそれぞれの季節になるとたくさん実をつける果樹を管理し、そして牛の中でも特段ミルクの価値が高いスターミルク、スターモーを飼育していると。なんかもうここまで来たら牧場主として最大級のレベルまで、最上級のレベルまで駆け上がってきてるような感じがするな。ちょっと前まで全然そんなことなかったのにな。さあ、ところで桃オレンジだよ。この辺は最初の方にちょっとだけ肥料をあげてた時期がね、あのバナナ果樹園に比べてあったんだけど、お、 A になってる。こっちの方はなんとか A まで届いたか。やっぱ丸1年分ぐらいは入れる必要ある感じかな。合計で40日かな。40日あげたら A になって、80日分あげたら S になるみたいな、そんな気がしますね。となると今から頑張ったらバナナ果樹園がなんとか A に上がるぐらいかな。まあわかんないけどね、 A から S に上がるまでが短ければ来年の今頃は S が取れるようになってるかもしれないけど、ただちょっとこの本数の果樹をな、全部一過性管理するのは難しいと思うので、全部一過性ね、全部に肥料を上げ続けて全部 S を狙うっていうのはちょっとさすがに厳しいと思うのでね、そこはちょっとある程度妥協しないといけないところかな。それではこちらの品種改良作物をちょっと見てみましょう。こいつは後から植えた組だから肥料の数はちょっと足りないかな。おそらくギリギリ B だと思います。ちなみになんていう果物これ。パウチュか。パウチュの実 B。 これいくらだろうな。ちょっとバーンさんにこれいくらっていうのだけは聞いておこうか。それではバーンさんのところ行く前に先にシードメーカーでバナナを種に戻しておきましょう。さあバナナ、お、2枠になってるやん。あー、そういうことか。 A と B で別だからか。びっくりした。とりあえず B は今回あのバナナ果樹園のところの12本から取れたやつですね。66個あります。で、上の一番いいすごい畑の方で取れたのが7本だね。じゃあ先に A だけ種に戻すかな。いや、1個だけ A の実だといくらになるのか確認するために残しとくか。 OK。
バナナの種変換待ちです。しばらくはずっとバナナ種戻しになるな。冷静に考えたらバナナこんだけあったら全部種に戻すだけで1年終わりそうなんだけど、大丈夫かな。よし、それでは今回取れた果物の値段をちょっと見ておきましょう。桃 A50、 安い。やっぱ A でも果物自体は安いのかな。種に戻せばないい値段になると思うんですが、ということはバナナもそんなに高くないかな。とりあえずオレンジから。オレンジ A40。 あれ、こんなに安かったっけ。てかオレンジ B っていくらだ。オレンジ B もあったよな確か。オレンジ B は30。元が安すぎるんだな。ということは身を売ってしまうのはちょっともったいなさすぎるね。ちなみにバナナの A は45。やっぱり安いね。じゃああとは品種改良したパウジュで、こちらまで安かったらちょっと厳しいよ。あー、安っ。やっぱ果物の実そのものはたくさん一気に取れるから大したもんじゃないと思われてんのか。やっぱ種に戻さないとダメだな、この辺は。種さえあれば作物の実なんて毎年取れるから、実の方はそんなに価値ないよっていう考え方なのかもしれない。でも育てるのめっちゃ大変だぞ。その辺も加味してほしかったけどな。バーサーにその苦労は分からねえか。あれ、ブーブークラも復活してる。あーん、おもちゃ箱とか自分の手持ちから離れるとまた売りに出されるっていう感じか。なるほどね。このように一つしか存在しないけど、なくなってしまったらまたもう一回購入する手段は用意されてるっていう感じなんだな。という感じでした。まあ次、苗に変換してから、苗というかもう毎回間違えるけど、果物は全部種に戻して、この大量の種を買い取ってもらおうかってなったところが本番だな。よし、それではそろそろ寝よう。よし、それじゃあ寝よう。おはようございます。ペッパーの4日やっていきましょう。今日は晴れ。いつも通り行きましょう。あれ？あ、すっかり忘れてたけど、2日、ペッパーフェスバラあったな。いやでも確か雨降ってたよな。どちらにせよ無理か。さてと、この辺りのバナナは成長待ちかな。まだちっちゃいのもあるね。じゃあ大きくなるまではしばらく待ちましょう。天気もいいので、まだ夜中ですが放牧行きましょう。この時間から放牧をするということによってストレスを感じてたりはしないといいんだけどな。大丈夫だよな。お、いいね。4日だよな。もうこんなになったのか。早いぞ。エジソン農家として非常にこう鼻が高いよ。水やりもないからちょっと時間を持て余してんな。押される。こういう風になるんだな。1本、2本、3本あれ、やばい、品質下がってるか。本格的に熱いかこれ。 A だ。なぜ。これは悔しい。餌をあげるタイミング、おやつのタイミングとかも影響してるかな。あとはちょっとこれ全部刈り取ってしまったせいでご飯を食べてない扱いになってたり、いろいろあるかもな。お、バナナが落ちてる。台風にあったかのような産卵っぷりだな。大きくなって溢れた分が勝手に落ちたみたいだね。いやでもこれこんだけ大量でも問題ないかな。なんか勝手に消えちゃったとかなさそうなので、とりあえず勝手に落ちるまでほったらかしてもいいかもしんない。どれを揺らしたとかどれぐらい落ちてるかとか把握するのも結構大変だったからな。落ちてる分を拾えばいいという風に思えば意外とその方が楽かもね。いやでも次々落ちてくるのはこれはこれでちょっと大変かもしれないが、
でもペッパーまだ何日か分はこれバナナ落ちてくるかもしれないな。次々落ちてくるバナナ。さてまだまだいっぱいあるぞ。おお、また落ちてきたぞ。面白いな、こうやって次々落ちてくんの。ミニゲームみたいだわ。次々落ちてくるバナナをどんどん拾っていくんだ。あっちの方いっぱいあるわ。この辺りにも1個あるぞ。持ちきれなくなったりしないかな、これ。いやー、バナナの収穫がこんなに大変になるとは思わなかったな。もうちょい気楽なもんだと思ってた。重労働ですよこれ。さすがにもうないかな。 OK、 明日になったらエジソンがいっぱい出来上がってそうですね。おやすみ。